アルセウスに会うためには、すべてのポケモンを捕獲しなければならない。という条件をクリアするため、リーコは、ポケモン捕獲コンプリートの旅に出た。紆余曲折の末にすべてのポケモンを捕獲することができた。いよいよ、アルセウスとの対決だ。どんな結末になるのか？これは、リーコの翡翠物語である。ポケモンを全部ゲットできたから、ラベン博士に報告してるよ。リーコ図鑑って。随分、時間がかかっちゃったけど、すべてのポケモンに出会いましたよ。天山山の神王神殿に行って、アルセウスに会ってきますよ。もちろん、わしも行くで。ラベンらしいのう。そうだよ、これはリーコの翡翠物語じゃけんね。もちろん、わしなじじゃ語れんけど。そうですね。必ず、アルセウスに会ってみせます。神王神殿に到着しちゃった。アルセウスってどんなポケモンなんだろう？楽しみじゃね。え？笛が鳴ってるの？とりあえず、吹いてみますか。だけど何が起こるのかな？眩しい。階段ができてしもうたのう。はよ、行ってみようや。うん、でもちょっと怖いな。リーコなら、大丈夫。わしがついとるけい。じゃあ、行ってみるよ。もうちょっとで、着くのう。アルセウスって可愛いのかな？粗大なこと考えとったん。だって、可愛くなかったらショックじゃん。随分、広いところだね。ここのどこにアルセウスがおるんじゃろうね。何か気配を感じる。そうか、気のせいじゃろう。なんか後ろにおるよ。もしかしてこのポケモンがアルセウス？そうみたいじゃね。アルセウス本に似てる気もする。言われてみたらそうじゃね。アルセウス本が迷うよ。なんか反応してる。え？何が起こっとるん？暗くて何も見えないね。そうみたいでね。まあ、わしがおるけい大丈夫よ。で、やられまくっとるじゃん。リーコ、しっかりせい。どんだけ、どんくさいんじゃ。わかってるけど、アルセウスが攻撃してくるんだもん。回数やええじゃん。今までより難しいな。そんなこと言おったら、アルセウスに勝てれんよ。そうだよね。やばいんじゃない？負けてしまった。その後、幾度もアルセウスに立ち向かったリーコ。何度も同じ過ちを繰り返して、負け続けたのであった。現実世界の時間に換算すると、2日くらいかかったんじゃないかな？しかし、リーコは諦めることはなかった。頑固者が功を奏したのか、数を増すごとに回避ができるようにもなった。ちなみに今いるリーコのパーティーは、ワシ様ヨウル、バサギリ、トレビア、ウエンディ、マルマイン、クレベースである。ワシ以外のポケモンは、翡翠ポケモンたちだ。
そろそろ、リーコが本気を出します。最終戦になるけど、わしの出番があるんじゃろうか？さて、今度こそ決めてみせるよ。わしもによって、疲れた系、お願いしますよ。お、回避するの上達したのう。ある程度の行動が読めるようになったよ。沈め玉を投げておこう。行こう。大丈夫か？敵よりです。大丈夫か？本当に今回で決まるんか？うん、必ず今回で決めてみせるよ。本当に大丈夫なんか？やばいんじゃないか？大丈夫だよ。ここからが私の腕の見せ所だよ。とりあえずインファイトで行きますか。ちょっとポイントが残ってしまうたの。え、アンテウスってタイプが変わるの？そうみたいだね。燃やして。行ってらっしゃい、ジョージ君。燃やせー。ひとまず、よかった。お次は私の番だね。沈め玉を投げまくるぞ。おや、おや、おや、おや。リーコ、大丈夫か？私は大丈夫だけど、どうして？沈め玉を投げるときに、リーコが怖かったけい。どっかで頭ぶつけとるんかと思った。綺麗だな。おや、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 おや。やっぱ、頭ぶつけとるね。なんか言った？なんでもございません。何をしょるん？アンテウスのところに行きたいんだけど。行こう。ポケモン出さんの。あ、そうだった。行ってらっしゃい、リーコちゃん。とりあえず、インファイトで。おお、あともう少しだったのにの。今度は飛行タイプになったね。ピーチがやられたの。次は誰を出すんか？相手が飛行タイプになったから。電気じゃあ。電気って、今日のリコ、声は。いってらっしゃい、ボールちゃん。10万ボルトじゃあ。次は、リーコの出番じゃね。おや、おや、おや、おや。今日のリーコは最強じゃね。そんなことないよ。とりあえず、ゲージは半分に増えてったね。あともうちょっとじゃね。
敵があと4分の1だね。これは絶対勝てそうな気がする。なかなかいい感じだな。回避しながら沈み玉を投げていく作戦で、ボーンかなり効果も。そうかもしれんね。でも、油断心配なよ。それは分かってるよ。ポケモン投げんのん。あ、そうだった。いってらっしゃい、ボードちゃん。今更だけど、わしじゃないんか。あんま、知らんかったの。虫タイプになっちゃった。おろ、よう思ったの。え、今度は毒タイプになっちゃったよ。あー、ボードちゃん終わっちゃった。次は、誰にするん。多分、最後の戦いになるだろうから、いってらっしゃい、さまようずちゃん。キラーン、わしが早うに片付けるよ。たちまち、サイコキネシスしとくよ。どんなもんじゃー。よっしゃ、お、さすがわしじゃ。さまようずちゃん、決まったね。最後は私が決めてみせるよ。おや、おや、お、決まったの。疲れた。アルセウスに会うために頑張りましたよ。そうじゃのう、リーコがアルセウスに勝てたみたいに。私もこの世界に来れてよかったです。わしにも会えたしね。アルセウスが仲間になるの？そうみたいじゃのう。やったね、レジェンドプレートゲットだぜ。リーコ、ありがとのう。さまようずちゃん、いきなりどうしたの？なんとなく、霊が痛くなったんよ。リーコと旅をしてきて、わしは幸せじゃけいね。これからもよろしくね。ありがとう、さまようずちゃん。たくさん迷惑をかけるかもしれんけど、これからもよろしくね。わしに任しときんさい。どうしようもないくらいどんくさいリーコ。リーコは頑固者がゆえに最後まで諦めなかったから、アルセウスに見事勝利することができたのだ。しかし、リーコの物語はこれで終わりではない。これからもリーコとポケモンたちは共存していくのだから。もちろんわしもね。諦めなかったら、いつか夢が叶うということを。リーコが教えてくれた。だけど、こんなどんくさくて頑固者な主人公は、見たことないの。これはリーコの翡翠物語だ。